駅入口東三国駅は大阪府大阪市淀川区東三国一丁目にある大阪市高速電気軌動未動筋線の駅。駅番号は M12。島式ホーム一面2線を有する高架駅。2階に改札、コンコース、3階にホームがある。改札口は南北2カ所にある。商工設備は改札からホームは北改札内が上りエスカレーターと エレベーターがあり、地上から改札は3番で入り口にエレベーターがあり、エスカレーターはない。南改札内にはエスカレーター、エレベーターはない。トイレは北改札内、南改札内のそれぞれにあり、どちらもオストメイトに対応した多機能トイレがある。当駅は梅田管区駅に所属し、江坂駅が管轄している。2020年11月10日の1日。 上降人員は3万1992人である。周辺はマンションやビルのほか、飲食店や商業施設も多い。大阪都心へのアクセスの良さと、新大阪駅や東淀川駅に近いことから、単身赴任の住民が多いのが特徴である。大阪シティバスが運行しており、5号で入り口西側に、北、中島小学校前停留所があり、300メートルほど、 離れているものの以前はバス地下鉄乗り継ぎして停留所とされていた。2014年3月31日までは1号で入り口北側に東三国2丁目停留所があった。ありがとうございます。